Now it's 1 year later. 珍しいですね。もう座禅は飽きましたか？まだシャバの空気が抜けきんなくてな。そう言ったら住職が一本くれたんだ。悟りへの道は遠く険しい。たまには一息入れるのもいいでしょう。You're sounding more and more like a priest every day, my guy. ここで悟りを開けるとは思えませんね。これは手厳しい。新しい仕事か？いえ。あなたはもう少しほとぼりを冷ました方がいいでしょうから。大阪に続き、横浜でもご活躍したばかりです。まあ、そうだな。伝説の竜が後継者に選んだのは春日一番。そういえば彼はあなたとどこかに似ている気がします。ファイトキリューハッドアフターダット、オールシットハッピンアフターダット、刑務所に入った姿に、いや、それはヤクザのお家芸でしたか。後継者なんて、俺にそんなおこがましい考えはねえよ。ただ。あの合同解散の後、結果的にあいつが背負っちまった重荷を少しだけ軽くしてやりたいと思った。あなたが働きかける前、彼は出所したてのヤクザ崩れでしかありませんでした。そんな男が権力に溺れる青木亮を止めるまでになったんです。ライドスとしても青木の独走は見過ごせないところでした。あなたの後押しがなければきっと春日の活躍もなかったのでは。俺があいつを強くしたわけじゃねえ。強いあいつにたまたま俺が巡り合った、それだけのことだ。Yeah, but you kind of got him on his way. さっきから何が言いてんだ。そろそろ本題に入れよ。用があってきたんだろ。おっと、そうでした。大道寺からあなたの今回の労をねぎらいたいと褒美が出されました。ん？あなたの功績は大きいですよ。前にも言いましたね。何せ500億の利権です。ついでに私個人としては命も救われている。それを仮のままにしておくのはあまり気持ちいいものじゃありません。そこでまずはこれをお見せすることにしました。初めて見るでしょう。そこは沖縄のあなたのお墓です。 Oh God. 我々の隠しカメラが撮影していました。 Oh no, I'm not ready for this. 桐生一馬の大事な子供たちを監視するために。 Oh no. その日はあなたの命日でした。I'm already tearing up. That's not even been the 5 seconds. ハルト君は4歳でしたか。可愛い盛りです。Tanawa, please shut up. It's already digging too deep right now. カメラが遠いのは我々の監視がバレないためなのであしからず。最後にお参りしている二人は太一君と綾子さんです。ところがこの後レンズが反射してしまったのか、綾子さんがカメラに気づいてしまいます。ねえ太一、これカメラだよね。うん、そうみたい。おじさんのお墓に向いてる？隠し撮りしてんだ。多分俺たちのこと。じゃあもしかしてこれおじさんが仕掛けたとか？おじさんがやっぱり死んでなかったとしたらそうかもな。ヤッホー、おじさん。ちょ、あんた何やってんの？だってこれおじさんが見るかもしんないわ。 Oh no, fuck. え？ダメで、もともと別にいいじゃん。うん。ねえおじさん、
わかる太一。それに綾子姉ちゃん、こっちはみんな元気。はるか姉ちゃんも春人もね。シロも泉も浩二、三尾、リオナ、エリ、みんな元気だし、それに実はみんなおじさんが死んだなんて信じてなかったりする。本気でだよ。おじさん、俺消防士になったんだ。何かあってみんなが勇気を出せないでいる時、真っ先に人を助けられる人間になりたいと思ってさ。Yeah, you go, kid. おじさんの背中を見て育ったからだよ。私はね、小さな会社でジムやってる。ちゃんと就活も頑張ったんだ。コージもサラリーマンになった。リオナはアパレル業界、エリは今保育士目指してる。イズミはトリマーになったの。They're all doing, they're all doing well. ミツオはとりあえずフリーター、シロは理系を専攻してる。ハルトは今やんちゃなんだよね。目離すとすぐどっか行っちゃって、ハルカ姉ちゃんとユウキさん困らせてる。きっと何か事情があるんでしょ。生きてたら絶対俺たちに会いに来るもんな。もし本当にこれを見てたらさ、何か合図をくれない？もう私たちは自力で何とかやってるし、おじさんに面倒見てほしいなんて言わない。ただもしかしておじさんは一人で寂しいんじゃないかなって。 Okay, you have no idea. 合図が来たとしても朝顔のみんな以外には内緒にしとく。それでいつかおじさんが帰ってきてよくなるまでおとなしく待つよ。そうそう、私も大地ももうお酒飲めるし、絶対楽しい。 Okay, buddy, I'm right here with you. 話すことあるんだから。あ、そうだ、俺たち明日また来るよ。おじさんに渡したいものがあるんだ。はるか姉ちゃんたちもカメラに話してもらいたいし。おじさんに渡したいものって？そっか、それいいね。じゃあまた明日。じゃあね、おじさん。あいにくカメラは現地のエージェントがすぐに取り外しました。監視対象にバレた以上、妥当な判断です。そうだな。あなたにこの映像を見せることが果たして褒美になるのか検討をしました。いや、見せてくれた、感謝する。Well, at least he goes there, okay. 太一君はさっきあなたに渡したいものがあると言っていましたね。隠しカメラを回収した翌日、その場所へ朝顔の子供たちがやってきて、絵の入った筒を置いていきました。ですが、死んだはずの桐生一馬が絵を持ち帰ったと思われるわけにはいきません。そこで現地のエージェントは中の絵を撮影だけして元に戻しておきました。He might not be able to see the kids again, but at least he gets this. ハルト君が描いた絵です。It'd be way worse. It's 真ん中にいるのがあなたでしょうか。It's something. うまい絵だな、ハルト。見ろよ。4歳ってのはもう字が書けんのか。最後に会った時あいつはまだ喋れもしなかったなのに。立派にやってますよ、はるかさんも他の子たちも。
まったくだ。あいつらはとっくに自分の足で立って歩いてる。なのに俺が一人で寂しいって口に出すことさえできずにいた。子離れできてなかったのは俺だけだったんだな。さっき男の子が何かあった時最初に勇気を出して動ける人間になりたいと言ってました。子供たちにとって、あなたはそういう人間だったんですね。 Oh God, Luna, you can't be raining me right now. I'm fucking breaking down here. 今の俺が、 Oh God, hello everybody. This is not a good time. ここで座禅する以外やることもね。そういえばあなたには花輪さんが休暇で旅を進めてましたな。もう上にも話は通ってますよ。Oh, this is game. This is more than the field. This is a fucking. This is a stab wound right in the heart. ただし誤解のないように、桐生一馬の死はこれからも貫いていただきます。And even still, he still has to remain dead, dude. 我々の組織があなたから目を離すことはありません。もう修行は終わりか。私もこの寺も形ばかりのものです。お望みなら。 This man ain't even real, and I feel all the years that this man has lost. お行きなさい。最初の目的地はハワイですか。いや、そいつは最後のお楽しみだ。相変わらず自分のやりたいことは後回し。あなたらしい。主任はよほど桐生さんを信頼なさっているということでしょうか。ただの計算づくだよ。Yeah, you can say all you want, old man. 得たもんには見合った待遇を与える。新章出発ってやつだ。彼には恩を着せた方がいい。Oh, you can say all you want, old man, but shit. 組織の他の駒にもいい影響を与える。もう一つ、堂島の竜は味方として心強い分、敵に回したくはない。ああ、だからといって馴れ合いはしない。その点。花輪君はよくわきまえてんだろう。もちろんです。はい、偽名の身分証、クレジットカードなど一式揃えておきました。手間を取らせたな。おまいがー、今からの許しが出たというだけのことです。あなたとはあくまで管理するものとされるもの。友人にでもなったと勘違いされては今後に支障をきたします。ああ、俺とあんたはそれでいい。上流では偽名に不向きです。勝手ながら鈴木太一としておきました。昔この偽名で身を隠していたことがある。存じてますよ。あんたらにそれを教えたことはなかったはずだがな。実は私、大道寺の人間に言われて、okay. They give you guys the rundown. 別のつてであなたを知る機会がありましてね。This man ain't even real. And yet, 私もあなたと him faking his death and trying to do everything to protect the fucking orphanage that he started filled with kids and you got to see grow up as fucking kids to where they are now.まだまだあなたの知らない。It's like I got to. It's like feeling that entire fucking. そういう話にも。It's like you got to feel that loss.
You didn't get to see all of it. Like, fuck, is this what it feels like to be a fucking parent? God damn. どうぞ、お気をつけて。キリュウさん。またな。Oh my god, it doesn't mean this man ain't even real. The kids aren't real. This is all just a story. A funny story. Haha, funny story. By fucking Sega. And this shit punched me and stabbed me in the heart. If you played the entire series of this game, you see this fucking man of where he started and where he ended. There's just nothing else, man. Like, because this man is, even after all the shit that happened, he still has to pretend he's dead. And not even be alive anymore. Like, he's not able to do anything. He has to live a different life away from everybody. And the last thing he got to see is that they're okay and that they don't need him anymore. It's like, oh my god, yeah, I'm still fucking crying, dude. Still looking at in my head. Oh my god. This series doesn't deserve to be niche. I'm gonna just tell you that. It doesn't deserve to be niche. Like, more people need to experience this series. From the beginning of it to the end. Pick up some values along the way. Because if there's anything that I got from playing through this series, it's some hardcore real life values to stick by. And how far people are willing to fight for those kind of things. There's no way anything else would be an understatement, dude. Like, so, holy fuck. If you've never played the series before, you would not be able to appreciate this ending. You would not be able to. It is not possible. There is no way. You would have had to see all the other games, or at least understand, like, all that history. And why, like, certain scenes weigh so much and have so much, like, emotional, like, impact. Because that shit, it wasn't fair, dude. Like, they cheap shot in my heart, dude. And it worked.
Like, writing wise, that shit was probably the most convenient shit I could have fucking had happen. But and it's but it worked. I saw that man crying in the fucking trailer, and I didn't know that that shit was gonna be that bad. Man, just thinking about it, just bringing it back, dude, like... Oh yeah, this is definitely, if you played all the games, this ending hits the hardest. Out of all of them, it hits the hardest. It's a 8-game punchline to the fucking heart. Is it? It's an 8-layer punch to the fucking heart, dude. Like, this shit ain't fair, dude. Like, but yeah, even for a fucking DLC. For a side game that's technically just supposed to be like a DLC for to explain what happened in between 7 and 8, right? This didn't need to go so hard. And yet the Yakuza team, every time they step up to the challenge, and they always do it. They always step up. I don't know how they keep doing it, because this game is technically DLC. And it's short, it's sweet, but yet the story is still good, man. It's still an amazing story. And for good reason, like, this one is short and sweet, and it feels like it doesn't drag on in places. Fucking 2023, bro. He made it to the church. He fucking made it, bro. He fucking carried the ring that was supposed to be for his fucking for the girl that he was gonna marry for fucking since 2005, bro. Like, he's been carrying it this whole time. The man who changed his hairline. I can't even. He did it. The last thing he had to let go of. F. Give me a minute. Give me a fucking minute, man.